LR 航空1862便墜落事故は、LR 航空の貨物機が離陸直後に操縦不能に陥り、アムステルダム郊外の高層アパートに激突した航空事故である。事故機、1992年8月23日、事故の6週間前に撮影。中東問題の影響から、イスラエルの国旗と社名が除かれている機長は、 元イスラエル空軍のパイロットであり、1万5000時間以上の飛行経験を持つベテランだった。また、航空機関士もベテランであり、数ヶ月後には定年退職の予定だった。事故機の墜落までの経過。1、第3、第4エンジンが脱落。2、両エンジンが落下。3、機長が命令を送信。4、副操縦士がエンジンの火災発生を管制官に伝える。 5. 大きく旋回したところで機長がフラップの問題を報告。6. 操縦不能に陥る。7. 墜落地点1992年10月4日、オランダ王国のアムステルダムのスキポール空港からイスラエルの LR 航空のニューヨーク発、アムステルダム経由、テルアビブ行機のボーイング747型貨物機が離陸した。離陸から6分後に右主翼と、 第3エンジンをつなぎ止めているピンが金属疲労により破断し、第3エンジンが脱落した。これに巻き添えとなる形で隣の第4エンジンが前円フラップもろとも脱落し、右両エンジンが失われた。さらに衝撃で右翼の前円及び右側の油圧系統が破壊された。百六十二便はスキポール空港に引き返そうとしたが、高度の問題から、 旋回降下中、壊れた翼の揚力不足が原因で滑走路に、たどり着く前に操縦不能に陥り、異常発生から8分後に、アムステルダム郊外のベールメルメル地区の高層アパートに墜落した。乗員3人、乗客1人とアパートの住人39人の、総計43人の犠牲者を出した。当初、テロの可能性が指摘され、 アパートの犠牲者は200人以上と見積もられたため、騒然となったが、部屋を留守にしていたアパートの住民が多かったため、予想よりも犠牲者は少なかった。エンジン脱落直後に、右翼の前縁が破壊されたが、巡航速度であったためかろうじて揚力が確保、されていた。しかし、着陸態勢に入り速度を落とすと揚力が減少し、右翼のみが失速し、右旋回しながら墜落した。 機体は右に横倒しになった状態でマンションに激突し、コッパみじんになった。アムステルダム氏が周辺住民の感情に配慮して瓦礫などをゴミ捨て場に運んだため、事故調査ではマンションの瓦礫や配管などと機体の残骸等をより分けるのが困難であった。幸いにしてフライトデータレコーダーは見つかったが、結局事故、現場及び残骸からは、 コックピットボイスレコーダーは見つからなかった。そのため、パイロットたちの状況は、空港管制官との通信のみしか残っていないが、副操縦士が第3エンジンの火災、第3.4エンジンの停止とフラップの異常を報告してきたことなどから、パイロットたちは最後まで、右両エンジンと前円フラップが脱落したことを知らないまま飛行を続けたとみられる。後にこの火災警報は、 エンジンの脱落で主翼が傷ついたことによる火災警報装置の誤報だったと判明した。そして墜落直前、フラップを上げろ、ギアを下ろせという貴重の声と、墜落する、1862便、墜落する、という副操縦士の声が管制島に送信されていた。事故原因は、休日に友人と釣りをしていた警察官の目撃証言により不意固周辺から、 脱落したエンジンと主翼の一部が発見され、さらに残骸からヒューズピンが発見されたことで確定した。すべてを見た木傍らには、異例筆ミニには、兵器のスペア部品の他に、サリンの原料となるメチルホスホン酸ジメチル190リットルも含まれていた。また機体には、マスバランスとして劣化ウーラン2 8 2ラムが用いられており、 周辺住民が健康異常との因果関係を認めるよう訴えているが、オランダ政府は保障要求を却下している。また事故発生の翌日には、白いスーツを着た20人ほどが現場を探っていたことが目撃され、一説では、イスラエル当局が積み木に機密性の高いものがあったので回収に来たと噂されていた。アパートは連なる5区画のうち衝突ゾーンの2区画が、 基礎を残して取り壊され、跡地付近に、慰霊碑が建てられている。事故現場近くの木は、すべてを見た木でブームダイアレスザグと呼ばれ、シンボルとなっている。毎年事故の日には、慰霊祭が行われ、犠牲者への配慮のため、飛行機は、現場上空を避けて飛行する。ありがとうございます。